どうも皆さんこんにちは、今ですねちょっと北京の空港におりまして、これから、浙江省のね、横見世ハンディエンという場所に中国の映画の撮影に行っていきたいと思います。では飛行機に乗って行きます。それでは後ほど、はい、では今から飛行機で出発するところです。では皆さん後ほど向こうに着いたら、こんにちは。というわけでですね、撮影が行われる、場所の、ね、近くのホテルに着きました。ホテル、こんな感じです。一人部屋なんですけどね。なぜかベッドが2つありますけど、こういう感じですね。ここでとりあえず、今日から2週間ぐらいですかね。11月月末までここで撮影するって感じです。はい、というわけで、まあ、ここ結構、ね、寒いですね、わりかし。浙江省 のハンディエンだと思ったんですけど、ハンディエンの隣の町のなんかパンアンとかいうところですかね。パンアンっていう町ですね。でなんか田舎町みたいですね。まあ、ここになんか山とか洞窟があるんで、多分そこの地形を使って撮影するんじゃないですかね。で今夜7時です。空港から2時間ぐらいタクシー乗ってきました。今日何も食べてなくてお腹空いてるんで、今からちょっと晩ご飯食べに行きたいと思います。では、というわけで麺屋にやってまいりました。じゃあとりあえずちょっとここで飯食おうかと思います。ここはなんかうまい地元の飯が食えるらしいんで、ここでちょっと食いたいと思います。じゃあ行きましょう。你好，可以点菜吗？可以。要特色粉。特色粉是吗？哦、对。辣的要吗？哦，不要辣。上面那个辣椒不要是吧？哦，还有。别的还需要吗？煎肉圆。煎肉圆还是蒸肉圆？那个照片的那个煎肉圆。蒸肉圆是吧？嗯。就图片上那个。啊，对对对。蒸肉圆。哦、别的还需要吗？还有什么凉菜吗？嗯。有什么凉菜吗？凉菜。两个，看自己图片上的这些。没有写寿星的就都有。哦。还有酸萝卜。酸萝卜一份是吧？哦。有什么饮料吗？饮料你要看一下，有这些了，写班就下班了。有那个，燕京啤酒。燕京啤酒是吧？哦。别的还需要吗？别的不用。手机付还是现金？啊？手机付还是现金？啊，手机。手机付。哦。というわけで、まずはこちらの、地元のビールで。乾杯します。とりあえず飯が来るまでね、ビール飲みます。では乾杯。ああ、うまいっすね。やっぱり、やっぱ久々のビールはうまいっすわ。うまいっす。最高ですわ。
ちょっとじゃあ飯が来るまで待ちますか。というわけでこちらの何ですかね、この地元の麺ですかね。地元のなんか特色麺ですね。地元のこれがこの地元のなんかあのローカルフードらしいんで食べてみたいと思います。いただきます。こんなもんかね。変わった麺ですね。これすごいなんかラーメン的なやつかと思ったらなんか焼きそば風な麺でしたね。折れちゃいました、ね、こうかき混ぜて食べる感じですかね。こんな感じです。なんかそうめんみたいな細さ的にそうめんみたいな細さですね。これ結構てんこ盛りですね。これいただきます。おう、なるほど。こういう味か。ちょっと辛いですね、これ。なんか、辛くしないで言ってたんだけど、めちゃめちゃ辛くなってる。すげえ辛いっす、これ。何が入ってんだ、これ。唐辛子かな、これ。すげえ辛。めちゃめちゃ香辛料、めちゃめちゃ多いっすね、これ。すげえ、見た目そんな辛くないですけど、超辛いっす。なんでこれ辛くすんなっつったのになんで辛くしたんですか、ね、何の嫌がらせですかね。これすげえ辛いけど、辛いっすね。まあうまいっすね。腹減ってるんでうまいっすね。なんか辛いっすね、これめちゃめちゃ。辛くすんなって言ったのにめちゃめちゃ辛いっすね。なんで辛くしたってあるかな。辛いの俺めっちゃ苦手なんですよ。すげえ辛い。なんだろう、タレが辛いのかな。多分タレっすかね。辛いタレ入れたんですよ。すげえ。めっちゃ辛いっすよ、これ。辛すぎるわ。あんまりいっぱい食えないですよ、これ。辛すぎて。辛すぎるわ。すごい香辛料が半端ない、ね、めちゃめちゃ辛いよ。これ香辛料すごいよ。やばい。絶対払いたくなる。というわけで待ちに待ったこちらですね。なんか肉団子が2品目来たんで食べてみたいと思います。これもなんかこの店のなんか自慢の、グルメらしいんで食べます。いただきます。美味しいですね。なんか中に肉が入っててなんかもちもちしてます。周りがお餅みたいになってます。周りで。なんか中に肉と豆ですかね、これ入ってる。うまいですね。なんか、変わった感じですね。もちもちした。もち米かな？なんだろう。
本当にふわふわして餅みたいな感じです。こんな感じです。そしてちょっとピリ辛ですね。基本こっちの人は辛いの好きなんです。全部さっきの麺もそうでしたけど基本辛いですね。うん、まあおすすめです。